野島 T リーグ2022-2023 シーズン、この時間は3連勝を狙う2位 TT 埼玉と2試合ぶりの勝利を目指す4位木下マイスター東京の一戦をお伝えします。両チームの勝ち点の差はわずかに1。今日も激戦必至です。会場は埼玉県和光市にある和光市民文化センターサンアゼリアです。劇場開催の3連戦も今日で最終日です。解説は今日も軍師こと元ナショナルチームコーチの渡辺力さんです。渡辺さん、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。実況担当山崎優希でお送りします。さあ渡辺さん、はい、クリスマス決戦ですね。そうですね、クリスマスといえども多くの方が来ていただいて嬉しいですね。それでは両チームの選手の入場です。まずは木下マイスター東京、今日は久しぶりに15歳の松島空がベンチに入っています。ブラジルの主砲、世界ランキング7位ウーゴ・カルデラノ、今シーズンからコーチ兼任、いぶし銀のプレーヤー吉田雅樹、安定感があります。フィジカルモンスター、今シーズンはダブルスで10勝、大島優也キャプテンです。そして天才肌のサウスポー篠塚博人、先日19歳になりました。世界選手権日本代表、昨シーズンの MVP 及川瑞基、チームを率いるのはオリンピック日本代表監督倉島陽介総監督です。現在5勝8敗勝ち点21で4位の木下マイスター東京です。おとといの対戦では TT 埼玉が3対2ビクトリーマッチの末勝利しました。ホームで3連勝を狙う TT 埼玉の選手の入場です。まずはキャプテン上田仁、WTT フィーダー国際大会で優勝して昨日も快勝、ガッツポーズを見せました相田聡。4シーズンぶりに帰ってきました韓国のプリンスチョン・ヨンシク、自身初のシーズン2桁勝利10勝を昨日挙げました松平健太、大砲五十嵐文也、スピードとパワーを兼ね備えた快速ブルドーザー曽根翔、選手時代にはオリンピックに出場しました岸川誠也監督、今シーズンから指揮を取ります。 TT 埼玉7勝6敗勝ち点22で現在2位です。ホームで3連勝を狙います。渡辺さん、はい、TT 埼玉現在連勝中ですが、その要因、原動力というのはいかがでしょうか。そうですね、まあ、ダブルス苦しんでますけれども、やっぱりもうシングルを任された選手たちのやっぱりこの充実したあの試合ぶりですね、まあ、これがあのもう本当にこの連勝を決めているというふうに、ね、言っていいと思いますね。気合入ってますね、選手たちの表情がね。それから渡辺さん、何といっても一昨日の再戦ですよね。はい、そうですね、一昨日はあのピッチフォードの活躍がすごく素晴らしかったですね。それから始球式が行われます東京2020オリンピック自転車競技女子オムニアムで見事銀メダルを獲得した和光市出身の梶原優美選手です。銀メダリストですか、いいですね。対するは近畿埼玉曽根翔選手です。曽根選手もよろしくお願いします。さあ、それでは
ペンホルダーですね。ラケットはシェイクですけど、ペンでやはり持つんですね。綺麗なグリップですよね。はい。あ、うまい。ラリー。ナイスマッシュ、拍手。さすがアスリートですね。そうですね。さあ、それでは梶原様、メッセージよろしくお願いいたします。こんにちは。今シーズンも男子は4チーム、女子は京都が加わって6チームで争われます。応援に来ました。実は埼玉県和光市で生まれ育ち、ここサンアゼリアで成人式にも。第1マッチは3ゲームマッチのダブルス、第2マッチから第4マッチは5ゲームマッチのシングルス、決着がつかなかった場合は1ゲームマッチのビクトリーマッチが待っています。本社を置く公営科学研究所さんにサポートしていただき、勝った場合は勝ち点3、4対0での勝利は勝ち点が1プラスされて勝ち点4、ビクトリーマッチで敗れた場合は勝ち点1が与えられます。和光市役所に凱旋し、市民の皆さんに祝福していただきました。渡辺さん、なんといってもこれ2位から4位が勝ち点差1、それから琉球も勝ち点が30ですが15試合消化ですので、これ1位も含めて混戦ですよね。そうなんですよ、ですからどのチームにもまだまだチャンスがありますから、本当に面白くなってきますね。今日 TT 埼玉2位キープなるか、あるいは木下マイスター東京勝てば2位浮上です。今シーズンから第1マッチのダブルス、第2マッチのシングルスの連続出場が可能になりました。全力を尽くして頑張っていただきたいと思います。それでは注目の今日のオーダーです。会場を熱く盛り上げていきましょう。渡辺さん、はい、驚きました。カルデラノのダブルスです。そうですよね、私も驚いたんですから、はい、もちろん山崎さんも驚くと思いますね。そうですね、見ていただいている方もびっくりしたと思うんですけれども、はい、実はカルデラノってめちゃくちゃダブルスうまいんですよ。そうなんですか。やっぱりこうプレーでもチキータが、すごくうまくて、でラリーね、ラリーもこう、はい、ラリー力があるので、やっぱ相手の攻めに対しても対応力高いじゃないですか。でここをやっぱり世界で戦ってきた倉島監督は勝ってたわけですね。でここでこう篠塚とのダブルスで、まあ、短期決戦ですから、もちろんペアリングだとか言葉の問題とかいろいろあるにしてよ、やっぱその短期決戦で個人技で今日はここのダブルスは勝ちに行くと、そういう力強い言葉を聞きました。 TT 埼玉、五十嵐、曽根、木下マイスター東京、カルデラの篠塚です。第一マッチの主審は末吉里子さん、主審は鈴木光雄さんです。TT 埼玉、五十嵐と曽根は昨日、おとといとゲームオール11-9、惜しくも敗れているペアです。今シーズンこのペアは0勝3敗です。渡辺さん、はい、ではこの五十嵐と曽根、惜しいゲームが続いてますよね。そうですね、この昨日、おとといとのこの試合を見てて、やっぱり自分たちの流れにするのにちょっと時間がかかってるんですね。ですからここが一つ今日の試合をやっぱり勝利に導くには、第1ゲームスタートからですね、やっぱりそういうことをもうちょっと想定して思い切っていく、ところはしっかりいく、でやっぱり丁寧につなぐところは丁寧につなぐっていうところで、その時にどういう攻め方を持っていくかをちょっとうまく2人でこう、ね、やっていけばですね、本当に強いペアじゃないかなと思います。それから改めて伺いますが、このカルデラノと篠塚、そうですね、やはり大島と篠塚で10勝1敗というものすごい成績を残しているんですが、ここを変えてきたという、これがですね、やっぱりここで今日4番に大島シングルもエントリーしているんですけれども、はい、やっぱりこのシングルに集中するさせるときはしっかりそうやってやらせると、やっぱここはオーダーの組み方として一つ今日お話を伺って、あ、なるほどなと思ったところですよね。逆にこのちょっと情報のないカルデラノのダブルスの使い方ということで、まあこの前回いい勝負したこの五十嵐曽根に対して対応していくと、ここがちょっとねスタートから面白いところだと思います。試合が始まります。 TT 埼玉、五十嵐曽根、向こう側手前が木下マイスター東京、カルデラの篠塚です。最初のサービスはレッドになりました。サービスのやり直しです。五十嵐のサービス、カルデラのレシーブです。
フォアでレシーブします。ストップから入って、やはり渡辺さん、はい、最初の1本見ましたが、五十嵐と曽根の3連戦の3試合目ですので、連携が良くなってきてますよね。いや、いいですね。先ほど言ったように、やっぱり攻めるところ、しっかり攻めていくと、ここ、躊躇してなくてよかったです。柔らかなループドライブ、曽根が前に出てのバックハンドですが、オーバーです。五十嵐が23歳、曽根が20歳です。カルデラの26歳。そして篠塚は先日19歳になりました。カルデラノのサービスレッドです。曽根がチキータの構えに行きました。向こう側、曽根と五十嵐は右と右のペアですので、チキータに行きやすいペアリングです。おお、すごい、やりました。いや、昨日の試合ではこの曽根がですね、打った後このバックに戻るタイミングが少し遅いというような場面がいくつかあったんですけども、今日はしっかり修正されてますね。2番です。レッドです。ダブルスはサービスを対角に出さなければなりません。ノータッチです。のチキータ、篠塚も対応しきれませんでした。渡辺さん、いかがですか。いや、その前のネットインになったサービスで、あのカルデラノはそれのチキータを警戒してすごく短く出したんですよね。それでまあネットインになったんですけれども、それでちょっと長めになったところを見逃しませんね。素晴らしいチキータです。今度はその曽根のサービス、負けじとばかりに今度は篠塚のチキータです。篠塚は愛工大名電中学高校から愛工大の1年生、年明けに行われる世界選手権団盤大会のアジア大陸予選会にも出場します。今期待の若手です。篠塚のチキータ2本です。そうですね、このチキータに対して、これそれぞれ今五十嵐がもうチキータエースをされたという形になってしまったんですけれども、やっぱ対応していかなきゃいけないですね。縦回転、連続ドライブで最高のポイントです。 4-3 いいですね。それが1本目もそうですけど、こうカルデラノがぐっとこう個線を作ったボールに対してこうコンパクトに振り抜いてますよね。このボールはさすがに篠塚といえどもですね、攻め返すというのは難しいんですよ。ネットイン、代償ドライブ、五十嵐のドライブはネットを越えませんでした。4オールです。ですから篠塚も非常にダブルスうまいじゃないですか。今のようなボールを確実に返球できるというのも篠塚のダブルスのうまさの一つなんですよね。すべての組み合わせ、サービスレシーブが終わって4オール互角です。一巡しました。 YG サービス、サービスエースです。いや、非常にいいサービスでしたね今、はい、あの YG で左側に曲がっていくんですけど、はい、このセンターラインあたりからグイッと曲がりましたね。ギリギリのところでしたね、はい、非常に合わせにくいところです。カルデラノもチキータに行きましたがネットミスになりました。おー、セッション2本、これは大きなプレーになりました。五十嵐文也、今日はステージ上で木下マイスター東京の公式練習中、この篠塚とカルデラノのダブルスの練習をじーっと集中して見つめていました。この五十嵐です。曽根のチキータに対して篠塚、いいですね。ああいうミドルに来たチキータに対しても、もうしっかりこうやってこう押されずにですね、前に少し伸ばしながら返すと、まあ、それが得点につながってますから、こういう篠塚のいぶし銀なプレーで得点を取れるというのも一つ大事なところです。共に愛工大名電中学高校出身です。渡辺さん、ここも篠塚のフォアハンドでした。
そうですね、今のも、まあ、なんとか対応したに過ぎないんですよね。でも、まあ、その対応が難しいですよね。それにのさっきここ抜かれてますから、チキータで。ですからここは、まあ、正直五十嵐のボンミスといってもですね、ちょっとそうですか、うん、それとしたらちょっとやっぱリズムに乗りたいところだったですよね今は。まあ、それをお互いにこう取り返していくのがダブルスですからね、はい、さあここの3球目です。五十嵐頑張れ。ソネのサービス、先ほどは篠塚のチキータがありました。取り付く、今ミドルに行ったのが狙い通りですか。そうですね、クロスに行くとですね、ソネがやっぱりパワーボール持ってますからどこでも狙ってくると思うんですよ。ですからちょっと落としてミドルへ行って、ソネの打球ポイントを外した、ここがやっぱり世界レベルの技術ですね。ラケットを持っている方ホバ、その逆をバック、体のあたりをミドルと言います。シェイクハンドの選手にとってはそのミドルが泣きどころになります。ソネが前に出ました。しっかりとバックハンド、セブンオールです。いやー、ソネがカルデラナのボールに対して対応力が高いですね。さっきはちょっとミドルやられてミスりましたけれども、あのバックドライブに対してのバックハンドの対応っていうのはほぼ完璧じゃないですか、スタートから。ダブルスはここ2試合連続惜しくもゲームオール9-11で敗れている五十嵐ソネ。チッツキオーバーになりました。どうしましたかね。ここは今のナックルサービスを出してストップが来たパターンはカルデラノに打ってほしかったと思うんですよね、篠塚は、はい。まあ、このあたりがペアリングだったりアウンの呼吸がうまく通じてるか通じてないかというのがね、あの重要なポイントになります。初めてのペアリングです。篠塚のサービス3球目はカルデラノ。うん、篠塚のバックハンドすごかったです。五十嵐もよく取ったんですけど、そうですね、フォアサイドが空いてたので、もう完全にフォアにやられると思ってですね、あの準備してたんですけれども逆をつきましたね、まあ、それだけこうバックハンドを打つ時のためがいいということですね篠塚。8オールです。2巡目が終わっても互角です。YG、今度はノータッチチキータです。同じミスはしません。ウーゴ・カルデラのおまけにちょっとだけ長くなりましたね、はい、やっぱりミスをこの場面になってくるとだんだんミスを恐れるっていうのもあるわけですよ。そのボール1個分か2個分が長くなったところを振り抜けるのがもうカルデラのチキータの素晴らしいところですね。ボール1個40ミリですから、はい、まあ、4センチですね。まあ、三笘の1ミリっていうのもねありましたから40ミリあれば十分ですね、はい、もう一度 YG ロングサービス3球目オーバー。悔しがったソネです。8オールから木下2連続ポイントでゲームポイントです。組や、かける、国際ペアです。カルデラノと篠塚。まあこの一本ですからね。入念な打ち合わせが必要です。ああ、チキータオーバーです。第1ゲーム11-8、木下のペアが3連続ポイントで取りました。渡辺さん、最後のそれのチキータがオーバーになったのはどうしてですか。まあ、ちょっと、長さが自分が予測してたよりもちょっと長めだったんですよね。それでちょっと体が起きてしまったがために、でおまけに回転がナックルサーブだったと。ここですね、グッとこれナックルです。ちょっとこう下がりながらのチキータになってますよね。いつもあのグンと攻めてくるときは踏み込んでくるわけですよ、ソネのチキータのいいところ、はい、ですからその分でちょっとミスをしたというのが一つ。もう一つはやっぱりちょっと重要な後半のポイントでやっぱり思うようにこう点数が取れなかったっていうところでちょっと集中力が少し落ちたんじゃないかなっていうところを見受けられますね。もうまさに短期決戦ですからね、そういう部分っていうのを
できるだけなくして少なくして、ね、あの攻めの形に持っていってほしいですね。8オールまではともにいいボールもありミスもあり互角でしたが、そこから3連続ポイントでした木下のペア。本来の流れをつかむということであれば、やっぱりあの五十嵐の YG のサービスエース、体のサービスエースを取ったあそこ2本、そこから一気に本当はね、あの行きたかったところでした。はい、第2ゲームエンドが変わります。向こう側木下、手前に埼玉。第1ゲームとは違う選手のボールを受けます。カルデラノのサービス、五十嵐のストップ、回り込んでのチキータです。篠塚ガッツポーズです。汗を拭うカルデラノ、最後はカルデラノのバックハンドでした。すごいですね、2連続でフォア前を全部バックで回り込んでいきましたね、はい、いやこれ、公式練習前の非公式にですね、はい、練習やってるところがあるんですけども、あの来場された方はねそれも見れたりするんですけれども、あそこたくさんやってたんですよ今日、もしかしたらじゃあもうあそこやられるっていうのを予測したんですね。ソネのパワードライブです。持ち味が出てきました。こちらは岸川監督です。ソネの予測バッチリですね。もう篠塚のチキータの上昇強も、ね、狙っていきました。それだけ早くボールのところに移動できていたというプレーです。はい、マイコにサービス、ロングサービスでサービスエースです。五十嵐はやっぱり五十嵐自身としてはこうやって先ほどもそうですけどね、サービスエースとかそういう点数取ってますから、あの攻めのところブロックのところそこら辺であの確実にやっていきたいですね。持ち上げていきましたがオーバーです。ハーフロングの迷いながらよく対応しました。スリーオールです。よく判断しました。ソネもう直前までストップの点数入ってましたね。ここら辺はうまいですね。昨シーズンの後期 MVP です、ソネかける。去年は12月の25日26日と埼玉ではなく宇都宮でホームゲームを行った埼玉連勝。その時はソネの活躍があってソネサンタの活躍にファンやサポーターが沸きました。サービスエースです。このちょうど迷うあたりのこう長さっていうのがですね、まあ、考えてきてるなということは思いますよね。まあ、4人ともがチキータの攻撃持ってますからね。そうですよね、はい、長さ注意しなきゃいけません。おカルデラノのサービスエースです。いやこれはまさかのサービスでしたね。縦回転で深く行きましたね。はい、いやこれはうまい。五十嵐の予想外のサービスが来ました。フォア前ストップに対して篠塚はフォアでの突っつきでした。ハイボールです。この、まあ、篠塚絡みのペアですね。今まで大島で10勝と、まあ、今日はカルデラが組んでますけれども、話されないんですよね点数が。そうですよね、はい、ちょっと今のもね苦しい場面あったじゃないですか、はい、第1ゲームも2点差
すぐ追いつきました。でこの第2ゲームもそうですもんね。そういうことなんですよね。巻き込みロングサービスで勝負をかけましたが篠塚が対応しました。 6-5 です。まあ、先ほどねサービスエースを取ったサービスなのでチョイスとしてはそれもありだと思うんですけれども、 TT 埼玉1分間のタイムアウトです。 TT 埼玉1分間のタイムアウトです。TT 埼玉タイムアウトです。各マッチお互いに1回ずつタイムアウトの権利があります。岸川監督が真剣な眼差しでこの若手2人にアドバイスを送ります。いろいろなこうダブルスの強さというかうまさという部分で見方がありますけれども、一つは篠塚はやっぱりこうミスが少ないと、でミス安定したプレーの中で自分たちの流れに持っていって、でその時に一気にこう攻めていくと、でそこのチャンスまで待てるというのが篠塚の強さでもありますよね、うまさでもあります。逆に言うとですね、そこでリスキーなプレーがないというのが怖さがないという見方もあるわけですよね。はい、ただこの短期決戦でどちらが必要かというと、怖さよりもその安定的なやり方の中で相手が今度つないできたりとか、スコアによって相手のやり方も変わるじゃないですか。でそこをつないできたところ一気に攻めれるとかですね、このあたりというのは勝者から学ぶではないですけれども大事なことだと思いますよね。短期決戦ではやはりミスが命取りになります。タイムアウトが明けました。 5-6再び五十嵐のサービス、巻き込みのショートサービスから行きましたが篠塚のチキータです。 7-5 今のも決して強いボールではないですよね。でもしっかりミドルをついて、それにしてみれば万全な状態 で待ててれば打ち返しても全然不思議じゃないボールですね。でもなんか場面としてはなんか無理してしまう、点数を取りに行ってしまう、こういう見えないところのこう駆け引きというか部分がありますね。TT 埼玉はここまで13試合、ダブルスはわずかに2勝です。その2勝を挙げた上田と五十嵐のペアではなくて、この五十嵐と曽根を起用しています。岸川監督の期待が感じられるこの若手ペアですが、木下が3点リード。渡辺さん、今のサービスはわざと長く出したんですか？そうですね、もうチキータで行こうとしているのが見えたってことですよね。この篠塚と曽根はかつて TT 埼玉のダブルスでベストペア賞を獲得しています。かつてのパートナーでもあります。曽根のバックハンド、カルデラの懸命に腕を伸ばしましたが埼玉のポイントです。すごい曲がった。そうですね、カルデラノのチキータ、五十嵐が処理しきれませんでした。 10-6 安定した戦いぶりを見せたこのカルデラノと篠塚がマッチポイントを迎えています。長いツッツキ、見事なドライブです。パワーボールポジションに入った時はやっぱりこう伸び方が違いますね。そうですね、ボールもかなり今深いところ入りました。一撃必殺のパワーボールを持っています。五十嵐と曽根、フォアハンドオーバーです。第2ゲームも 11-7 です。安定した戦いぶりを見せました木下マイスター東京、ウーゴ・カルデラの篠塚ひろとペアがゲームカウント2対0で TT 埼玉、五十嵐史也、曽根翔ペアに勝ちました。さあ惜しくも敗れましたが、いい試合を見せてくれた両チームの選手に大きな拍手を送ってください。渡辺さん、はい、この初めて組む国際ペアですが非常に安定してましたね。そうですね、第一ゲームこそですねちょっとこうペアリングが必要なところでなかなかこうコミュニケーションだったりこうあうんの呼吸的なこう連携がちょっとできてないなという部分は見受けられましたけれども、個人技がいいですね。
やっぱり最終的にカルデナーノが調子を上がるようにするのに、やっぱりパートナーのボミス多いとですね、なかなか上がらないんですけども、篠塚がやきっちりその女房役を務めてですね、カルデナーノが最終的には伸び伸びプレーができるようにしたと。もうこれぞナイスペアという感じがしましたね。カルデラノも笑顔を見せています。大島もうんうんとうなずいています。木下マイスター東京、これから第2マッチが行われます。 TT 埼玉対木下マイスター東京、マッチカウントは1対0と木下がリードしています。第2マッチは TT 埼玉究極のオールラウンダー相田聡、木下マイスター東京元全日本チャンピオン T リーグ昨シーズンの MVP 及川瑞希です。主審は鈴木光雄さん、副審は末吉浩二さんです。 TT 埼玉相田聡、今シーズンシングルスは6勝4敗です。昨日は岡山リベッツの若手のホープ吉山良一に3対0での勝利でした。間についてはいかがでしょう。そうですね、間昨日は全く資格なかったですね。自分から攻めるパターンも良し、相手が攻めてきたボールに対してのやっぱりこう強弱ですね、カウンターで行くところとカットを織り交ぜながら相手を揺さぶって次に攻めるという、なんかこう筋書き通りの攻め方がうまくできてたと思いますね。一方の及川瑞希です。及川もおとといこの TT 埼玉のチョン四宿に、まあ、こちらも快勝と言っていいでしょう。ゲームカウントは3対1でした。そうですね、その試合についても今日ちょっと練習の時に少し本人とお話したんですけれども、はい、いやできすぎですというふうにね、本人をすごい謙遜してるんですけれども、その後の練習を見てたらですね、明らかにバージョンアップしてるなと、及川が。やっぱりこう世界卓球をとにかく経験したこと大きいということを本人もね言ってましたし、それによって意識もモチベーションもやっぱ目指すところもまた変わって、すごくいい状態でプレーできているような感じでしたね。今シーズンこの両選手は9月10日の開幕戦のビクトリーマッチで対戦して、その時は間が11対4で及川に勝ちました。その間のサービスから始まります。カットとドライブの展開です。渡辺さん、それではこの試合の勝負のポイントを教えてください。そうですね、今の1本目のような感じですね、及川が動いて攻め続けることで間に攻めようとするやっぱり間を与えない、この形が取れていくと及川が1つ有利になっていくとなりますよね。ただやっぱ間はそういう相手の安定した形を崩す、先ほど今のサービスエースもそうですけども、サーブ力がありますね。ですからもうサービスレシーブというのはこうやって日本交代に変わっていくわけですから、そこでのやっぱり有利な展開の時にいかに点数が取れるかというところが一つどちらにとっても鍵になると思いますね。及川の得意のバックストレートが出ました。及川は今シーズン8勝7敗です。昨シーズンは開幕から16連勝をマーク、トータル19勝5敗で前期とシーズン MVP に輝いて、木下マイスター東京の優勝に大きく貢献しました。一方の間も先日行われました WTT フィーダーという国際大会で優勝して、外国籍の強豪選手も倒しました。世界ランキングを一気に456もアップさせて現在119位です。自分のサービスからしっかりと攻めていきます。いや、球が速いですよね。このスイングしたボールが本当にシャープですよね。鋭さがあります。渡辺さんは昨日のこの間の戦いぶりを評して、まあ、WTT 国際大会で、まあ、自信という鎧を身につけて帰ってきたというお話がありました。やはりプレーぶりは違いますか。そうですね、
間はいつもポーカーフェイスで動じないっていうのが一つ彼のメンタル的な魅力もあったりもするんですけれども、やっぱりもう本当にこううなずいてるケースが多いんですよね。もうミスって相手に点数取られても、もうですからそれだけやっぱりこう次のケースだったりとか違うケースがもう頭の中で予測ができてもうプレーできると。ものすごいところから入ってきたカーブドライブの応酬、すごいラリーです。ここでカットを入れた、オーバー、すごいラリーでした。フォーオール、これ本当にみんな騙されるんですけれども、昨日の吉山もだいぶこうね、あのフォアに曲がるこの横回転のカットですね。これ空いてるじゃないですか、フォア側が間の、これ左回転が入ってますからフォアに打っちゃうとちょっとわずかにオーバー左側にずれるんですよね。そうですよね、はい、ここがですね、いろいろなテクニックをもしかしたらアメリカでも身につけてきたんじゃないかなと感じるところですよね。同じ横回転でも時計回り、反時計回り、左回転右回転によってラケットの角度を変えなければなりません。間逆転5-4、ロングサービスはミスになりました。まあ、それで間もですね、まあ、今サービスミスしましたけれども、及川のように全部動いてくる選手っていうのは間にとってもちょっとプレッシャーなんですよね。やっぱ動き切られると自分がやろうとしていることがこう相手に待たれたりとか、まあ、先ほどこう間のバックドライブを及川が待っててストレートに抜いたりとかっていう場面もあったじゃないですか、まあ、これだけはね間は避けたいと思ってますから、そこがちょっと一つプレッシャーにはなると思います。及川もラリー力に定評があります。お互いに粘りが持ち味です。コートを離れてもとっても好青年な2人です。レッドですか、それでもというプレーでしたね。はい、であそこ待っててストレートでチキータ行こうとしてたのかって、これは及川の頭の中にも残るはずです。クロスに持っていきました、セブンファイブです。おとといはダブルスを取られた後にエースの松平健太が木下の篠塚博人に勝利しました。そして昨日はダブルスを取られた後にこの間が岡山の若手のホープ吉山良一に勝利して、昨日もおとといもこの第2マッチシングルスの選手が流れを引き寄せています。一方木下マイスター東京、今日はこの2番に及川を起用しています。ブロックする、攻め切りました。渡辺さんの解説の中で本当になるほどだなと思ったのが、はい、やはり間の声表情が違うんだと、そのうなずく回数が多かったというお話がありましたよね、確かに以前の 間ですと例えばサービスからの3球目をミスして違う違う違ういやいやいやという声が若干多かった印象が確かにあります。ですからそうなると目の前の相手じゃなくて自分とも戦っちゃうことになってですね、メンタル的にはやっぱり言霊ってことあってマイナスに働くことが多いんですよね。なるほど。でやっぱりこうミスしても次のことを考えているとうなずけると、あ次はこうやっていてやっていけばいいって、そういうような表情だったりっていうのがおそらく自信という、おお今のも狙いに行った、自信という鎧を身につけてきたんじゃないかなということなんですよね。はい、ただここは実力者及川がしっかりと追いつきました。ここ今の2本ミドルからバックって結構厳しいブロック来てるわけですよ、はい、間からこれを動き切られると間もここでミスが出てくるんですよね。フリック
すごい。バックハンドで巻き返しました。最初にラリーの主導権を握ったのはフリックを見せた及川ですが、台上で払うプレーです。こういうパターンで一発のバックドライブ飛んでくるっていうのはですね、過去にあのギリシャにクレアンガっていう選手がいたんですけれども、はい、もうそういう選手を放出させるような素晴らしいビッグプレーですね。9-8。及川カウンタードライブ、ここも回り込んでいきますがオーバーです。10-8。小さくガッツポーズ、そして声を出しました相田。及川としてはわりかし得意なラリー あのタイミングであったりとか距離感だったはずですよね。それで打ち負けたっていうのは少しこう考えるところですね。ここはクイックでいくのかどうするのか。8-10です。間ゲームポイント、縦回転ネットインでした。よく切れていた分だけネットインになりました。第一ゲーム 11-8 TT 埼玉、相田聡が取りました。表情は続いています。ここでゲームカウントは1-0 TT 埼玉リードです。さあちょっと渡辺さん、やはり間の表情を見てもちょっと凄みが出てきてますよね。そうですね、やっぱりこの経験が人を強くさせるっていう言葉があるんですけれども、やっぱりこのやっぱ優勝して帰ってきたことで、で特に決勝の相手はもうかなり強いフランスのゴージーという選手、はい、ですね、1-3 で負けているところからの逆転勝ちだったわけですね。やっぱりこういろいろな強さを本当に身につけたと思いますよね。そして及川です。及川としては自分の得意のラリーでもちょっとこうラリー中に主導権が入れ替わる場面もありました、はい、及川としては何が必要ですか。及川はやっぱりあの先にああいうラリーになった時に今は我慢の時と思って前について間にやっぱり間らしいボールを打たれるような間を取らせないことが一つ、まあ、及川が我慢しながら戦うポイントになると思いますね。あとはやっぱりこのレシーブ攻略です。最終的にやっぱりサービスを持たれたときにあのしっかり点数を取られてしまってますから、その攻略、まあ、先ほども、ね、フリックを入れたりとかいろいろこうもうすでに1ゲーム試しに入ってますから、これが第2ゲーム実を結ぶといいですね。確かに見事なフリックがありました。第2ゲームです。向こう側木下の及川のサービスから始まります。前で攻めていきました。いいですね、もうチキータされることっていうのをこうもう読んでですね、前でカウンター気味にドライブしていくと、これが先ほど言ったように前で戦うっていう一つポイントですね。中回転ミドルでカットをさせて、ここでカウンタードライブがきます。前陣でカウンターに行った及川ですがオーバーです。間の後陣からのドライブのパワーの方が勝ったっていうことですから ねかなりボールがぐんと上がってますね、はい、でこれはあそこからボールを上げれるっていうのは下半身の力ないとなかなか難しいんですよ、スイングだけでは。やっぱり彼は、ね、やっぱりこうランニングをよくしてるという話を聞くんですよね。練習量とそれからトレーニングですね、はい、最近縄跳びはやっぱり腕の振りがおかしくなるので少し禁止してるっていう風にこう岸川監督から聞きましたので、はい、不必要な筋肉がついてしまうということですね。なんかこう少しマイナスになる面があるらしいです。で本人もそうやって言ってましたので、今走りまくってると、それがあのドライブを、はい、生んでるという風に言えます。やはり卓球という競技、まあ、どの競技でもそうですが下半身も大事になります。いいの見た、いいですね、前でのなんか勝負ですね。まだ第2ゲーム序盤ではありますが、及川のプレーエリアにも少し変化があります、まあ、今スタートでその先ほど第1ゲーム終わってお話したように間のサービスの時をなんとか崩していくっていうのが身を結ぶといいで、ね、いいという話をしましたけども、ストレートはオーバーです。
フォアカット、はい、うん、巻き返していきましたがオーバーです。及川のポイントです。卓球は両選手の得点の合計が6の倍数の時にタオルを使うことができます。レッド、レッドです。やっぱ及川がサービスの、あ、まあ、レシーブの時ですねにやっぱり結構動きを入れるので間もちょっとサービスを少しこう躊躇してますよね。動きを入れるというのはやっぱり動かれるとですね、はい、こう動かないでポンってレシーブするとチキータが来ようが何だろうがこう待ちやすいんですよ3球目が。でも動きが入るとやっぱそのモーションというのにちょっとこう迷いが出たりしますから、はい、まあ、今のようなレシーブですね、今のようにパッとフォア前出された時に及川が動けなくてポンと手を出すともうそのレシーブっていうのはたとえストレートであってももう本当に動きやすいわけですね、攻めやすいわけです。そうすると攻撃力かなりありますからね間は。先ほど映像に映った最前列の娘さんとお母さんは特に娘さんは相田選手の大ファンだそうですね。そうですね、今日あの私たちがねちょっと前座でやらせてもらった中で相田選手からサインボールもらってましたよね、はい、今日は午後1時から午後1時20分までステージ上で TT 埼玉の公式練習が行われまして解説の渡辺力さんと私が TT 埼玉の選手たちの魅力などを紹介させていただいたんですが最前列の女の子が自分も卓球をやっていて相田選手のようにカットがうまくできないのでカットがうまくなりたいというふうに話していました。及川の見事なプレーでした。すごいですねこのパワーとパワーのぶつかり合い。決して体はぶつかってないんですけども球を通した肉弾戦のような迫力があるラリーでした、はい、サービスエースです。流れを変えるサービスエースになるかどうかというところですね。こちらの女の子です。そうですね、サービスエースで嬉しそうですね。うん、8-4 です。及川も譲りません。まあ、及川に今求められるのはやっぱりこの安定感のある中範囲でのやっぱり攻撃なんですよね。守ってるとやっぱり間に攻め込まれますから、はい、攻撃をし続けるんですけれどもただし安定する範囲の中でという条件付きです。非常に難しい作業になりますね、はい、だからそこを達成するには動き切るというやっぱ動き必要になってくるんですよ。今のサービスはナックルサーブですね、はい、ですので相手のバックハンドドライブがオーバーになりました。今のは確実にこうバウンドを読み違えたということになるわけですね。カードに角に当たりましたから。逆モーションで丁寧にストレートをつきました。またナックルサーブからこう間の逆って攻めてますよね。決して強いボールじゃないですけれども、うん、見事なカウンターフォアストレート。第2ゲームは及川が 11-4 で取りました。ゲームカウント1対1です。まあ、渡辺さんこういった展開は戦前の予想通りですかね。そうですね、第1ゲームから及川は第1ゲームは実を結ばなかったんですけれども最終的にこの間のサービスに対してもかなりチャレンジしたレシーブをこうやってましたよね。それによって自分の動きだったりとか角度の出し方だったりとかそういったのをこう確認しながらやったことで最終的に間のツボにはまるタイミングっていうのはどこなのかっていうことをこうある程度理解した上でこの第2ゲームに入ってきたっていうような感じが見えますよね。
で最終的に自分の流れに持っていった時は本当にシンプルなナックルサービスをうまく使って、で間がそれをやっぱこうなんとなくこう打ってミスするもんですからつっついてしまう、そういうのをこう最後のボールなんてもこう顕著ですけども、ストレートへ間の逆をついたような攻撃をしていくと、まあ及川の間を崩した戦い方っていうのが今第2ゲーム中盤以降だったっていうか形ですね。でここなんですよ、これまでの間だったらこのままずるずると2、3と行ってしまうのか、いや ここら辺ぐらいまでがもう計算済みでふっとまたこう変えれるのか、ここがこう見ものですね。そうですね、昨日はグッとストレートでいったじゃないですか。間トゥーサー、はい、ラッオー、進化が問われる展開です。ゲームオール、ワンオールです。相手のサービス、ミドル処理に変化を加えてきてドライブの足です。間が今ミドルもちょっとテクニックを使ってきましたね。そうですね、サトシ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 、いやーボールが本当に高いですよね。 あれをやられるとオイカも前につけないんですよ、バウンドが高いですから。はい、そして攻撃に行きました。ガッツポーズ、2ラブです。すごいプレーを見せられてますよね。及川のループドライブだって決して悪いわけじゃないんですよ、コースも。でもちょっとあの課題だったバックサイドにのまあ対応ですね、よく確実に良くなってると思いますね。バックハンドで攻めていきます。レシーブエース、大きな声を出しました。自分を鼓舞します。相田聡、巻き込みサービス、ノアゴータッチです。サービスを変えてきた及川に対して間が臆することなくフォアハンドを振っていきました。フォアラブです。間はあのサービスすごくいいじゃないですか、はい、でこのレシーブの時もこうやってちょっとバウンドが高かったりするとああやって踏み込んで打ってきますよね。でバックサイドはチキータもありますね。でこれが先ほど言ったようなやっぱりレシーブの時に動く強さ、ここも持ち合わせてますよね。ここは及川のポイントです。及川も今開き直ったかのように変化サービスに思い切っていきましたね、はい、いやこういう大胆さも必要ですよ。バックへのロングサービスです。思わずラバーを見つめました及川。サトシ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 、タオルを使います。サトシサトシ、ステージ上ですので照明のその熱さもあります。ビハインドの状況でも落ち着いた表情です。及川考えを巡らせます。しっかりと確実性のあるラリーをものにしました。リズムよくプレーしました及川です。先陣で叩いていきました。3-5です。あのナックルカットをさせるようにやったこの深いドライブですね、はい、これが及川は本当にコントロール力がありますね。もうボール数個分浅いと振り切られちゃうんですよ、カットが、はい、間がフォアサイドからバックサンドサービスを出します、うん、ラケットの角に当たりました。1点差です。このバックサイドを迷い始めるとですね、間はちょっとあの苦しくなるんですよね。
昨日のようにもう振りに行けばですねほとんど入るんですけれども、バックサイドを迷い始めるというのは自分がカットで行くのかバックハンドで振りに行くのかということですか。つなぐかあれ、はい、強く振り切るかですね。で基本的にこうやって振り切ってる方が確率高いんですよね。でもやっぱりこう少し動きが入ってるからタイミングが丁寧に行こうと思うとやっぱどうしてもつなぐこうとする回数が多いんですけども、面白いですね渡辺さん、はい、思い切った方が精度が高くて、はい、丁寧に行こうと思った方が迷いが生じてちょっと精度が落ちてしまうというのが、そうなんですね、バウンド読み誤ったりしてしまうんですよね。ここはカットを引きます。よく決めていました。ネットの下の方に当たりましたよね、今ね。よく切れてるからものすごく回転がかかってるという意味です。だって選手たちが今五十嵐もチョン・ヨンシクもカットの方をしてましたからね、はい、あの技術欲しいと思って多分やって振ってたんだと思いますね。はい、一時は1点差に詰め寄った及川ですが再び4点差です。カットというのは台から距離を取って下回転のボールを中心に組み立てていくスタイルです。カットマン間は攻撃もそれからそのカットもします。ですので究極のオールラウンダーと呼ばれています。それから両面裏ソフトを使っています。カットマンはだいたい粒高であるとか表ソフトであるとか異質の選手が多い中で両面裏ソフトです。相田聡、フォアを突こうとしましたが及川のポイントで再び2点差です、うん、で今のところがこの後のボールですね。これをバックミドルにうまくやったとしたらですね、もう及川は一つあそこがポイントだと、振り切れない、つないでくるポイント、間に迷いが生じるポイントということですね。そうですね、及川のドライブカットが入る、ここも前陣で打ち抜いていきました。早いタイミングでした。いや及川もボールのポジション入るのは早いですよね。これ渡辺さん、今日は劇場開催ということで観客席からは台を横から見てのプレーになりますので、はい、この及川と間のこの台から距離を取ったこういったラリーなんかはとっても見応えあるでしょうね。そうですね、ヒットボール追いつきました。だから今のようなラリーでもお互い台から2メーター3メーター離れてるわけじゃないですか、はい、でお互いですからこれ卓球台を挟んでですから、すごい10メーターぐらいのところからこう確かに確かに間挟んで打ってるようなところをこう横から見れてるんですもんね。3日連続の劇場開催、チャンスボール処理する及川、バックハンドネットミスです。及川逆転です。ここで大きな声を出しました。及川のシュートドライもすごいですよね。そうですね、及川はやっぱり動き切って自分の打球ポイントを外さないようにですね、本当にコンパクトに振りに行ってるんですよね。8-9迷わせました。サービスエースです。ハーフロング台から出るか出ないかのサービスでした。ここで力んでるところにグイッとアップサーブを出されるとですね、やっぱりあれはなんとなく及川の気持ちがわかりますよね。思い切ってチャンスと思ってかけてしまうんですよね。間の作戦勝ちですね、今のサービスは。ところが横上回転だったのでオーバーミスになってしまうと、はい、
そういうことです。9オールです。カットが入る、飛びつきます。オイカ絶対打点を崩さないですね、ここもそう。でまた前に出てきて、このボールもあれが1個落としてしまうとですね、間追いつくんですよ、はい、間に時間を与えませんでした。オイカは前陣での連続ドライブ、第3ゲーム逆転でゲームポイントです。うん、フォアハンドミスショットになりました。第3ゲームも及川が取りました。ゲームカウント2対1です。及川にとっては逆転でこの第3ゲームものにしました。そうですね、8-4リ、間リードからの逆転ですからね。ここはもう及川すごい大きな、まあ、勝利と言えますよね。まあ、第3ゲーム非常に良かったのはやっぱりこう及川がやっぱりしっかり動き切って自分の打点を崩さなかった、まあ、ほとんどもう打点の速いところで打ってましたよね、まあ、これが一つ対カットにしても対ドライブにしてもその対応が良かったポイントで、もう一つはやっぱりこう間が振り切れないバックミドルっていう ところを狙ったポイントがいくつかありました。でやっぱりそこを一つ頭に置きながらの全体的なバックサイド攻めということで、間を大きくそこでこうカットに追い込んだりとか台から下げさせるということでうまく成功しましたね、はい、このあたりがこう逆転の連続ポイントになったところじゃないかなと思いますね。汗を拭います。及川瑞基、及川もこの後行われる世界選手権ダーバン大会アジア大陸予選会に出場します。1月の7日から13日にカタールのドーハで行われます。及川、張本、篠塚、吉村真晴、宇田が出場します。伊藤上も出場します。うん、厳しいコースです。すごいですね、今の最後のボールも一回バックサイドにグッと向いてですね、間をこっちに寄せといてからのフォアサイドです、はい、わあ、高速バックハンド、スーダブです。振り切ってますね。やはり第3ゲームを逆転でものにしたその流れが及川にあります。そしてこのフリックです。渡辺さんはこの、はい、まあ、第1ゲーム間が取りましたが、第1ゲームからこの及川のレシーブが非常に良かったというお話がありましたね。そうですね、まあ、身を結んでいく可能性が十分あるところをね見せてましたよね。 とにかく動きが入っているということと、いろいろなポイントを取ることによって間に3球目のマッチを絞らせないように、ただ、まあ、そこでレシーブミスがまだ生じたりとか、間にちょっと甘くなって間にこう狙われたりとかで第1ゲームを落としましたけれども、やっぱり何かのきっかけでこう自分の流れにグッとこう来るという可能性がありましたよね、そこで。そして TT 埼玉タイムアウトです。今間に必要なことはどんなことですか。間はやっぱり少し振り切っていく回数を増やしていかなきゃいけないので、もし例えばサービスでも本当は得意なのは横上横下なんですけれども、ちょっとこう及川にそれを回転を利用されて自分が攻めにくければですね、ここはあえて及川にその回転を利用されない縦回転を使うとかっていう風に、自分はやりづらいけど相手はやりづらくさせて
でもそうすればですね、時間ができればもう間には両ハンドがあるわけですから、そういうような戦い方にスイッチするというのも一つ手ですね。タイムアウトが明けました。ラブ3ミドレンのロングサービス、うん、及川が全部対応しました。ハイトサービス、巡回転、レッドです。サービスがネットに当たって入った場合はやり直しになります。レッドです。間がしっかりと振り切っていきました。間に必要なプレーはこういったプレーです。そうですね。ですからパッとこう普通に動きが入ってこないと間はやっぱり読めますからね、相手のボール。そうしたらやっぱり今のような振り切ったボールは本当に素晴らしいですよね。バックハンド、フォアハンド、切り替えでの連続攻撃はミスになりました。サトシ、サトシ、サトシ、実は去年の12月25日はこの及川が開幕からの16連勝がストップした日でもあります。もう1年が経ちました。その時の対戦相手は TT 埼玉の曽根翔でした。見事なドライブです。今日は間に1ゲーム先取を許しましたが、その後は第2ゲームを取って第3ゲームを逆転で取りました。及川打点が高いですね。そうですね、あれでは間もコースが読めませんね。強引にバックハンド振っていきましたがミスになります。 7-1 です。間先ほどの、ね、バックドライブからの回り込みをミス、今のもそうですけど、だんだんちょっと打つポイントが早くなってしまって、ちょっと崩れかけているという感じですよね。それはやはり心理面の影響ですか。それもありますし、やっぱり第3ゲームの逆転負けが心理面の面一つで、はい、あと及川がそういう間を崩した戦い方っていうのをして取りましたよね。ですからそこにちょっとこう間は今ハマったと、ハマっているという状態ですね。8-1です。戦術のクレバーさも持っています。及川瑞希です。去年の全日本選手権で初優勝、そして今年は世界選手権団体戦のメンバーとして銅メダルも獲得しました。いや、前陣でブロックしていた間ですが、しっかりと及川がフットワークを生かして攻め切りました。 9-1。前半で間が見せてたようなプレーをですね、今度は及川がやってますよね。両ハンド、ちょっとどこからかの声に、そうですね、ちょっとシーンとなったところで笑い声が起きるっていうのはなかなかね、卓球会場でないことなんですけれども、はい、プレー再開です。仕切り直しです。エッジです。9回台の角に当たった敵はエッジです。エッジポイントで相田選手に引き上げました。サトシ、サトシ、サトシ、サトシ。及川が大きなリードを奪っていますが、先ほどの声による中断と、それからこのエッジがありました。サービスエースです。全く諦める表情はありません、相田聡。もしかするとまだ何か、そうですね、策があるのかなと、はい、
かりと及川がその速い打点を譲りません。点3です。マッチポイント。サトシ、サトシ、サトシ、サトシ。回り込んでのチキータに来ます。コートに足を取られた及川です。フォアハンドドライブ、及川のブロック、オーバー展開部です。そうですよね、間はこう今、まあ、少し開き直ってこう落ち着こうと、元の自分のスタイルにというふうに思ってるのかどうか分かりませんけれども、今のようなドライブで点数取るケース多かったんですよね、はい、決めに行くよりもキュッ、このハンドですね、はい、ストレートをつく、プレーつく、最後のタッチでした。さすがの間も追いつけませんでした。第4ゲームも 11-5 でした。第2マッチも木下マイスター東京及川瑞希がゲームカウント3-1、 TT 埼玉の相田聡に勝ちました。これでマッチカウントは2-0、木下マイスター東京リードです。久しぶりに敬礼ポーズが出ましたね。あれ実は毎回やってるんですよ。あ、そうなんですね。毎回やってるんですよ、あの木下マイスター専属カメラマンに向かってっていうのは。私自身が見たのが久しぶりだったんですね。そうですね。及川のトレードマークです。お、笑顔が輝いています。いや、ここはやっぱり2番でね、勝利したのは本当に倉島監督のオーダーの期待に応えたというところですね。第1ゲームは間、第2ゲームは及川、そして第3ゲーム逆転で及川、第4ゲームも及川、ゲームカウント3-1で及川が勝利しています。野島 T リーグ 2022-2023 シーズン、勝ち点22、2位の TT 埼玉と勝ち点21、4位の木下マイスター東京の一戦、前半終わってマッチカウント2-0と木下マイスター東京がリードしています。それでは今日の試合前半ハイライトで振り返ります。第1マッチはダブルスです。 TT 埼玉は3試合連続五十嵐文也、曽根翔、木下マイスター東京はなんとカルデラのダブルスで起用、篠塚とのペアでした。そうですね、このカルデラの起用には本当に驚いた方いっぱいいると思いますけれども、まあ、カルデラのダブルスが非常に得意だというところで、でもなかなか第1ゲームね、調子が上がらない状態に、なんとかこう五十嵐のサービスエースだったりとかでしたんですけれども、そこでリードできたところで一気に波に乗れなかった TT 埼玉はやっぱり第2ゲームもう篠塚の巧みなつなぎからのこうカルデラのね、やっぱり攻撃という形が何本も出てきてですね、なかなかこう勝機見出すことできなかったですよね。やっぱり最終的にパートナーの力をこうぐーっとこう発揮させる篠塚のやっぱりこう安定したつなぎと攻撃ですね、まあ、ここがあのペアとしてもこうゲーム中にさらに強くなったなと、そういうような感じがしましたね。ゲームカウント2-0で木下のペアが勝利。第2マッチからはシングルスです。 TT 埼玉相田聡、木下マイスター東京及川瑞希です。第1ゲームこそ相田が取りましたが、その後は及川でしたね。そうですね、あの間の得意な展開を潰すためにいきなり第1ゲームが取れなくても仕方がないというふうに、やっぱ大きな展開をイメージしてた及川の、まあ、完全な作戦勝ちだったというふうに言えますね。ただ第1ゲームを取られたことで間もこう波に乗ってくればもう一方的に押されるという可能性もあったわけですけれども、そこはやっぱり及川の動きが非常にいいですから、
あの打点を崩さなければなんとか間を台から下げさせることができるという大きな自信を持って戦った形が非常に良かったですね。今シーズンの開幕戦のビクトリーマッチでは間が勝利しましたが、今日は及川瑞基がゲームカウント3対1で相田聡に勝利しました。ゲーム1回ゲーム1マッチ2及川、これでチームとしてのマッチカウントは木下マイスター東京が2対0と TT 埼玉をリードしています。ステージ上では TT 埼玉のオフィシャルダンサーチーム TT スピナーズが今日もサンタクロースの衣装で登場してきました。野島 T リーグレギュラーシーズンは2月の26日まで行われます。女子は昨シーズンからレギュラーシーズン2位と3位のチームがまずセミファイナルを戦います。今シーズンも3月24日に代々木第二体育館で予定されています。それからファイナルは3月25日と必ず1点先取されるというケースが多いんですけれども、まあここで間を置いたというのは昨日のやっぱり間の調子を見込んでのそこのポジションだったと思うんですけれども、及川は今日は素晴らしかったですね。ただですね、でここで本当は木下マイスターとしては一昨日の試合で TT 埼玉に逆転負けしてますから、はい、なんとかここでねカルデラで締めたいところなんですよね本来であれば。ただ TT 埼玉もここに松健がいるわけですよ。ここもやっぱり岸川監督としては絶大なる信頼を持ってここに松健を置いてますから、誰でもいいと思ってると思うんですよね今。誰と対戦してもいけると、でこの後半に最後にチョン・ヨンシクがいるわけじゃないですか。ですからここをなんとかねもつれていくと面白いですね。3日連続の劇場開催、会場は和光市民文化センターサンアゼリアです。 T リーグには独自のルールがあります。マッチインタイムレギュレーション、選手は審判がカウンターをセットしてから60秒以内に入場しなければなりません。まあ、コートにつくかラケットをコートに置くかという動作が必要です。第3マッチです。松平健太が登場してきました。今シーズンシングルスは10勝4敗、サードシーズンの9勝がこれまで最高でしたので、自身 T リーグシーズン初の2桁勝利をマークしました。そしてカルデラノも登場してきました。松平健太対ウーゴ・カルデラノの第3マッチです。主審は末吉浩二さん、副審は末吉聡子さんです。元日本代表松平健太、さらに輝きを増しています。今シーズンシングルスは10勝4敗、ビクトリーマッチは1勝0敗です。それでは渡辺さん、はい、まずはこの松平の持ち味を教えてください。松平はやっぱりこう、まあ、サービスだったりレシーブだったりとかいろいろな、ね、バックハンドだったりといろいろなテクニックがある中で、こういう強打を持つ選手と対戦した時に光るのがやっぱりこのレシーブ力とあのブロック力なんですよね。ですからこのブロック力を生かしてですね、カルデラの台から下げたりとか動かしていって松平の、まあ、速攻性の攻撃だったりとか、ワイドな攻撃だったりっていうところに結びつけていくと非常にこう面白いなというふうな感じがしますね。そしてウーゴ・カルデラの T リーグでは今シーズン3勝7敗、ビクトリーマッチは2勝1敗です。世界ランキング7位、ブラジルの至宝と呼ばれています。そうですね、このウーゴ・カルデラのはやっぱりこのバックハンドのスイングが非常に大きいじゃないですか。やっぱりここから繰り出されるこう左右に打たれるボールは本当に判断が難しいんですよね。ですがこれが炸裂されるとですね、さすがにブロックの上手い松平でもなかなか難しいので、ここをなんとか一つこう松平としては崩したいというところですし、ウーゴとしてはやっぱり自分らしい戦いをするにはあの両ハンドをねバンバン打ちたいところだと思いますね。調べたところ2015年から2017年にかけての国際大会で対戦、
松平健太の2勝1敗です。TT 埼玉松平健太のサービスから始まります。見事なカウンターです。渡辺さん、はい、今のプレーも素晴らしかったんですが、はい、松平健太は2019年の11月に国際試合からの引退を発表していますが、はい、これカルデラノがやはりこう日本にやってきてくれたおかげでこの対戦がまた実現するという。そうですね、まあ、通常海外の選手とやるところが、ね、なかなか見れないというふうになってしまうのかなと心配された方もですね、この T リーグでは見れると、そういうた、まあ、ビッグなこう楽しみがありますよね。でおまけに先ほどの、ね、過去 の、 あの対戦成績で2勝1敗で松平あの勝ってるんだと、はい、勝ち越してるんだというところは、ね、一つこう松平ファンにはこう楽しみな試合になると思います、はい、ものすごいカットブロック入れていきましたがカルデラノが対応、その回転に松平も懸命に声を出して持ち上げようとしましたが上がりませんでした。攻めていきます松平。あの攻めの決定打になる前のボールをちゃんとですねカルデラノのバックサイドじゃなくてミドルへ送っていくっていうところがですね、やっぱりこう過去に対戦してやっぱりまずカルデラノのやっぱ打球ポイントを外すっていうところがね狙いがいいですね。カルデラノのチキータも見事でした。代表ドライブです。昨日は松平健太は岡山リベッツのエース元中国代表のハオシュアイに3対1で勝利。一方ウーゴ・カルデラノはおととい TT 埼玉のピッチフォードに第4マッチ3対2で敗れ、それからビクトリーマッチも11対7で敗れました。カルデラノのカウンタードライブはオーバーです。両選手の国際大会の結果なんですがサービスエースです。2015年の8月ワールドツアーチェコオープン松平4対1で勝利。2016年の11月オーストリアオープン、これは決勝で対戦して松平が4対2で勝利、優勝を果たしています。また2017年の8月のチェコオープン、この時はカルデラノが4対3で勝利しました。6-5です。まあ、お互いにこううまくフォアサイド側の前後っていうのをうまく使ってるんですけども、松平は前に落とされた時に前で対応できて、カルデラノはやっぱそれを少し距離を取って待ってますから、まあ、ここが一つ攻めるポイントになってきますよね。カルデラノのこのバックハンドです。6-4です。この3球目、5球目、お手本のようなバックドライブですね。懐が広いですね。まあ、多分だんだんでも松平もあれに慣れてくると思うんですよね。順回転のバックへのロングサービスに対してこのバックハンドです。いやあのホームスイングのサイズでやっぱりだんだんタイミングが合ってくるとなかなか難しいですね。パワーが素晴らしいですね。処理するノータッチです。ネットインもありましたが第一ゲームから非常にアグレッシブなウーゴ・カルデラノ。
サービスエースです。です。カルグラノもアウェー沖縄での琉球アスティーダ戦吉村真春に勝利してビクトリーマッチでは張本に勝利しました。第1ゲーム10-6。フォアハンドドライブに行きましたがネットに当たってオーバーです。第1ゲーム 11-6 木下マイスター東京ウーゴ・カルデラノが取りました。渡辺さん、中盤までは競る展開でしたが一気にカルデラノが後半にかけてポイントを重ねていきましたね。そうですね、やっぱりあのバックハンドをたくさん振らせてしまったことでどんどん調子が上がったというような感じがしますね。なるほど、はい、その中でやっぱりこう前後だったりとか縦回転下回転すべてのボールにおいてカルデラノが対応してで最後の方にはあのバックドライブを一発でストレートで抜くっていうボールも見られましたよね。ですからやっぱりこうバックサイドに持っていくのはちょっと危険かなというふうに松平は感じたと思うんですよね。まあ、かといってねフォアハンドがパワーがないかというとフォアハンドもねシュートがあったりとか逆コース打つコースもありますからここは注意ですね。セカンドゲームウーゴとサーブラブオー。第2ゲームです。バックストレートオーバーです。渡辺さん、はい、やはり第一ゲームはカルデラノが積極的にバックハンドを振っていてそれで自らの調子を上げていきました。松平としては止められるであろうと止めることができるであろうと思っていてもそこまでやっぱり打たせてはいけないというそうですか。決して第一ゲームを打たせようとしたわけじゃないんですけれども、あ、そうなんですね。はい、攻めたボールに対して緩急をつけてつけたときに全部対応されてしまったわけですよね。バックサービスに変えます。うわすごい、一発で対応しました。フォア前へのバックハンドサービス回り込んでのチキータでした。ちょっとずつこういうプレーも含めてですね松平の計算が狂ってるわけですね今のところ。まあ、大きく狂わなければ基本的にミドルを攻めてから一回足を止めてワイドに行くっていう形はうまく取れてますから、ああやって前後に動かして、まあ、カルデラノがこう強く打ってくるボールにミスをうまく誘えればですねこれは一つ計算通りなんですよ。グッと伸ばしたボールでカルデラノがミートしちゃってますからね。ミス出てますけども、松平としては自らの術中にはめていきたいわけですよね。そうなんですよ。で、あんまりこう奇抜なことすると今度自分の調子も狂ってしまいますから、はい、やっぱこの先ほどこう篠塚のところでお話したようにですねやっぱり安定感を持ちながらやっぱり攻めていく強弱をつけると。うん、これ見事です。もうこれぞ松健ですよね。そうですね、今のようにフォア前にパッてストップしたのをスタートはあそこカルデラノはバックでチキータに来てたわけですね。でも来ないんだったら前に出るというふうに相手の状況によって自分のやり方を変える非常に素晴らしい判断だったと思います。見事な代償ストップでした。一本つなぐカットが入ってフォアハンドライブ。もちろんスポーツ試合は筋書きのないドラマですがこれステージ上で卓球ショーですかっていうようなプレーですよね。本当ですね。昨日のハオシュアイもこういう松健のプレーにですね本当に翻弄されてるっていう場面がたくさんありましたよね。はい、つつく逆モーションフリックでしたしっかりとカルデラの長い手足を生かして対応しました。182センチあります26歳のカルデラノ。
31歳の松平健太。まあではダメだ、心の広さを見せました、はい、ああダメだというのはやっぱりあそこのさっきからこう松健は前後を使ってますよね、はい、で前後揺さぶったところはクロスにしか来ないんですよ、バックドライブが。でも同じところにもう一本行くともう全コースあるわけです、はい、カルデラのバックドライブは、で山の得意のストレートが出ましたね。ほらこれです、あのタッチです。待たれると先に松健が前後に動かされて送ったボールはもう待ってますから、ストレートが多いんですよ。動きの逆ついていくじゃないですか。だからそこはちょっと前に先に寄せられた時はちょっとやり方変えていった方がいいですね。見事なプレーでした、ウーゴ・カルデラの。ここもカウンターです。いやー、2人で同じこと、同じような戦術っていうのを ね、 そうですよね、使ってて、はい、お互いにすごいボールで決めてきますよね、はい、でそういう中で若干パワーに勝るカルデラのがやっぱりこうちょっと有利になってしまいますよね。こうなるとノータッチです、うん、得点力があるということですよね。そうなんですよ、パワーがあるっていうのはやっぱ一つ大きな武器になるんですよね。松平健太がこの第2ゲーム序盤はウーゴ・カルデラの崩しかけましたが、カルデラの逆転、これです。今のもう先に前に止められてストレバック深くいってもですね、これは選択肢がたくさんあるわけですよ。これだからあそこ以外にやる、もしくはフォア前にもう1回ストップとかっていうのが、うん、まあできるはずですけどね、松健であれば。渡辺さん、それからやはり最強の盾を持っている、ブロック力を持っている松平をもってしても、あのカルデラのバックストレートってやっぱり止められないんですか。そうですね、最強の盾を持っていると言ってもですね、やっぱりこの動かされて崩された状態では、はい、そうですよね、はい、なかなか難しいです。ここも思い切ってバックハンド振ってきます。ただあれも徐々にタイミング合ってくる感じしますよね、松平のブロックも。ただこういう連続ポイントで、先ほどの第一ゲームの後半もそうでしたけれども、6連続得点、今も7連続得点と完全に波に乗っちゃってるんですよね。 5-1 から7連続得点、チキータに行く、ここも回り込んでのフォアハンドドライブです。うまくいかないなという表情、ジェスチャーを見せた松平です。いや、そこで打点を落とさせても、あのクラスのボールが来るとですね、本当に計算狂わされてるっていう感じがしますね。ない、見事なカウンター。ここですっとアップサーブに変えるあたりがさすがだなと思いませんか。強いチキータが来ないですよね、はい、で速攻に変えたと。カウンタードライブ、すごい角度でした。ベンチに向かってガッツポーズ、ウーゴ・カルデラの、松島空、吉田正樹、そして倉島総監督、ワンカイコーチ、立ち上がって拍手を送ります。ウーゴ・カルデラの第2ゲームを逆転でゲームポイントです。回り込んだのバックハンドです。カルデラのが強さを発揮しています。ご覧いただいたように第2ゲームも 11-6 です。木下マイスター東京サポーターの姿です。渡辺さん、第2ゲーム振り返っていかがでしょう。いや、序盤はですね、もう本当に松平の素晴らしいプレーの連続で、おこのままいけるのかなという期待感がありましたけれども、その 5-1 からのこう7連続得点をした時の、8連続得点ですね、までいった時のカルデラーノ の強さっていうのはすごいですね、強さ、勢い。ただそれが本当にこう多分見てる人、我々もそうですけど、かなり魅了されるようなプレーが出てるじゃないですか、はい、その通りです。これってもう松平が本当に主演女優賞、助演男優賞になっちゃってるんですね、助演賞に、はい、ですから
まあ、このトップ選手同士でやるとですね、本当にこうお互いが力を引き出してきますから、素晴らしいプレーの連続になってるんですよね。良さを引き出し合う、はい、ということですね。その中でやっぱりカルデラのやっぱりパワーボール、ここが光りましたね。マゼラがそこはね、もう少し慣れてきて2本3本とブロックできるとまた展開変わってくると思いますからね。カルデラノがこのゲームを勝利すれば、カルデラノが勝利、それからチームもまず3対0での勝利が確定します。その瞬間、木下マイスター東京は勝ち点を24以上として2位浮上です。バックハンドサービス、ここもチキータです。ここでタイムアウトです。タイムアウト、松平。ちょっと TT 埼玉、松平陣営としては何かの流れを変えるとか、まず動くカルデラノの勢いを止めなければならないですね。そうですね、あのバックサーブにスタートたあのやった松平の意図としては、やっぱりあのチキータをさせたくなかったわけですね。それで一発で抜かれる展開だけはこう不利になると。でいきなりあの先ほど後半に出したアップサービスもいきなりは使いたくないと、まあ、勝利まで考えてますからね、松平も。そういう中でいきなりレシーブからこうあのサーブを狙われてる。でこれ実はバックサーブを1本目に出した時はもうすでに狙われてるんですよね、はい、ですからあのもう縦回転に対するこう対応っていうのは体の中でも、ね、非常に素晴らしくて言えますけれども、うん、ちょっと今ねなすすべがないのが、ここでまたレシーブ力っていうのもわざわざありますからね、ここ期待したいところです。渡辺さんが今1本目と言われたのは、そのこの試合を通しての1本目にカルデラノがもう対応したということですね。そうですね、待ってましたね、カルデラノのドライブの回転量が勝ります。ウゴ・カルデラノ、日本にやってきました。2016年リオのオリンピックはシングルスベスト16、2019年の世界選手権シングルス16、東京オリンピックはメダル目前の準々決勝で敗れてベスト8でした。その後2021年の世界選手権もベスト8です。ここは松平が攻め切りました。困りましたね。そうですね、バックハンド、フォアハンド、はい、切り替えで狙っていったカルデラノですが、ドライブがオーバーになりました。第2ゲームもね、だいぶこうタイミングは合ってましたから、うわ松平がうわーっと苦しそうな声を出しました。なかなか球が速いですからね。そうですね、引き返そうと構えようと思ったらもううなってきてるわけですよ、ブラジルの台風が、はい、それは避けきれませんね。ものすごい破壊力を持っています、はい、ウゴ・カルデラノ。縦回転、長い突き、見事なカウンター入ってる、入ってますね、はい、遅い、欲しい、はい、足を取られながらも懸命に腕を伸ばしましたカルデラノ。場内からも拍手が送られます。ただこれ松平のカウンター、これ一発で決まらなかったですもんね。まだこれしかも転んでからも取りに行ってますよね。はい、でおそらくあれが入るという感触だったらもう立ち上がってもう一回待ってんじゃないですか。そうですよね、カルデラのあのおなじみの両手打ちもありますからね。そうですね、うわすごい、これやっぱ取れないんですね。また落下点がね厳しいんですよ、はい、松平もふっと手を出したらそれよりももう20センチぐらい遠くへバウンドしてるんですよね。ここも順回転のバックへのロングサービス、カルデラノのバックハンド。このストレートへのバックドライブは本当に中国も恐れてるというふうに言われてますからね。そうですね、はい、回り込んでのバックハンドはオーバーです。2点差です。とにかく食らいついていこうという松平健太です。
TT 埼玉のエース。そうですね、ポイントが競っていけばですね、あのピッチオートが勝った時ももう 0-2 からの大逆転での勝利でしたからね。そうでした。もうこういう感じですね。これが松平健太のブロック力です。吸い付くようなブロックでしたね。これおとといはピッチフォードと対戦したカルデラの第1ゲーム 11-4、 第2ゲーム 11-8 で取って第3ゲームをリードしたところから逆転で落としました。同じ失敗は繰り返したくないはずです。ただ松平健太追いついたところでようと声を出しました。シックスオールです。そう、勝負のポイントを心得ている松健ですから、ここで声を出して一気にあのこのゲームを取りに行って、まあ、取らなければやられてしまいますから、さあ流れを引き寄せたいところですね。これ渡辺さん、松平健太としてもチキータやらせておいてしっかりカウンター決めたんですけど、もう一本返ってきましたね。そうですね、これがクロスがやっぱ届いちゃうんですよね。カルデラのやっぱりこう、まあ、世界でプレーしてますからね、対応力が高いです。あ、そしてこれ回り込んだのチキータです。再びリードします。松平としては自分のサービス2本でどうにかリードしたかったところですが、カルデラノのチキータが火を吹いてきました。迷いがないですね、カルデラノ、はい、そっから、いやーこのループドライブに対してもバックハンドです。今度カウンターになっちゃいましたね。はい、止まりません。爽やかな好青年です、ウーゴ・カルデラの 9-6。 松平健太のドライブオーバーです。 10-6 です。マッチポイント。そして木下マイスター東京、勝利まであと1ポイントです。勝った瞬間2位に浮上します木下マイスター東京。粘りを見せられるか松平。このバックハンドはネットミスです。打ち上げるカットブロック。攻めるカルデラの手を伸ばす松平、まだ入っている。ドライブ、ガッツポーズはカルデラの 11-7 で勝利しました。ウーゴ・カルデラの、琉球アスティーダの吉村真晴、そしてこの TT 埼玉の松平健太、日本人のトップ選手を倒しました。ゲームカウント3-0。すごかったですね、渡辺さん。すごいですね。あのやっぱこのダブルスで一回こう前で試合をしててですね、ダブルスの時これほどじゃなかったと思うんですよね。で、あの後半のシングルってなるとこれだけ力が発揮できるのかと、まあそういう感じでしたね。この瞬間木下マイスター東京は勝ち点が24以上になりまして2位浮上です。チームとしての成績は6勝8敗です。そして第4マッチです。 TT 埼玉、4シーズンぶりに帰ってきました元韓国代表のチョン・ヨンシク、そして木下マイスター東京はキャプテンの大島優也です。主審は末吉聡子さん、副審は鈴木光雄さんです。判
渡辺さん、はい、両チームの対戦なんですが、はい、今シーズン TT 埼玉の3勝1敗が今日で3勝2敗になって、でビクトリーマッチまでもつれ込んだ試合が3試合、はい、あとは4対0での木下の勝利が1試合と。そうでしたね、で今日はこれ木下が4対0での勝利がかかった状況になっています。もちろん大混戦のこの T リーグ男子のレギュラーシーズン、どことどこのファイナルになるか分かりませんが、リーグ終盤それからファイナルにも影響しそうなこのゲーム結果の内容ですよね。そうですね、まあ、木下がこの、まあ、今日の勝利して6勝8敗となるという中で2位になるというのは、やっぱりこのビクトリーマッチまで負けたとしてもですね、行ってたというこの勝ち点1点をこう積み重ねた部分も非常に大きいということが言えますよね。そうですね、木下マイスター東京は3対2での勝利が3試合、それから2対3で敗れた試合も5試合あります。ですから勝ち点を5、ね、なんとかもぎ取っています。一方 TT 埼玉は今日の敗戦で7勝7敗、5分の成績ですが、順位を落とす形になりました。手前木下マイスター東京大島優也、向こう側チョン・ヨンシクの対戦です。それでは渡辺さん、はい、まずは1本目から見事なボールでしたが、ね、大島とチョン・ヨンシク両選手の特徴と勝負のポイントを教えてください。チョン・ヨンシクは今のような打点の高い攻撃がを得意としてますから、まあ、卓球台にわりかし近いところでこうプレーしますね。で大島はやっぱりこうフォアハンドを生かした攻撃というところで、最近すごく素晴らしいなと思うのはですね、フォアハンドを生かすために強引にフォアハンドで攻めるのではなく、生かすためのバックハンドの攻撃であったりとかチキータなんかも積極的に使いますから、それで得点力の高いフォアハンドってこういうプレーもそうですねが生きていると、これがこう最近のプレーの中でいいなと思う点ですよね。やっぱりこの2人がじゃあ対戦した時どうなるかって時に、やっぱり得点力というのをお互いがどこで探すか、どこに持っていくか、チョン・ヨンシクだったら先ほどスタートに見せたようなストレート攻撃、大島を動かして自分のカウンタープレーでいくのかっていうのも一つありますし、大島であれば早く来られた時には今のように対応しながら自分の距離感に持ってきた時に積極的に攻めると、まあ、こういうようなところが見られてくると大島が少し有利に進めていくと、そんなあたりがポイントになるかなと思います。はい、昨日はチョン・ヨンシクは岡山リベッツの若手谷垣優真にゲームオール11ラインで勝ちました。今シーズン初勝利を手にしました。一方の大島は10月の8日以来のシングルス出場です。チームとしての試合では8試合ぶりにこのシングルスで起用されています。どうしても篠塚と大島のダブルスがもう不動になっていて10勝を挙げています。その中で篠塚がシングルスで起用されると、なかなか大島はこの第4マッチまでのシングルスには起用されることが少なくなっていました。ですから期するものはあるはずですよね。そうですね、まあ、今日は間が出てくるということも一つあって、やっぱりこう、まあ、間なかなかカットはしませんけれども、はい、まあ、カットに持ち込んだ時の大島の強さっていうのはやっぱ持ってるじゃないですか。ですから、まあ、そういう期待感もあっての4番の大島というオーダーだと思うんですよね。元日本代表プレーヤー、それからゴールド選手として日本リーグにも参戦しました。日鉄物理レイザーズの優勝にも貢献しました大島です。まあ、このボールをこう上げたボールをチョン・ヨンシクが今のように合わせていくとですね、大島の攻めが今のようにバックハンドでストレートだったり回り込みもあれ出てきますからね。ちょっとチョン・ヨンシクとしては少しもうちょっと早い攻めをやりたいところですね。大島はフィジカルモンスターと呼ばれるほどの抜群の身体能力、フットワークを持っています。
入った表情です。いいラリーですね。チョンシクはあのバックサイドバック対バックであんまり回り込みしないんですけれども、やっぱりうまくこうフォアを混ぜることで大島が回らないんだったら自分が先に回って大島のバックを潰そうと、こういうラリー中の駆け引きもありますね。積極的なプレーでした。回り込んだらバックストレート、また回り込んできましたね。チョン・ヨンシクは30歳、大島は27歳です。Tリーグのファーストシーズン TT 埼玉のメンバーとして13勝5敗というシングルスの成績、ダブルスも6勝2敗という成績を収めました。シングルスはリーグ3位、ダブルスはリーグ5位の成績でした。おお、チョン・ヨンシクがカウンターで対応しました。まあ、今のパターンはチョン・ヨンシクにとっては大きいですよ。こうやって大島が大きくフォアハンドでこう動いてこういったところをですね、早いタイミングのブロックでフォアハンドの回り込みを潰していくと、そうするとまた大島少しテンポを早いラリー展開に持っていきますからね。ここも全身で合わせていきます。セブンオールです。でこうなってくるとだんだんチョン・ヨンシクはやっぱりこうフォアにつなげるバックハンドっていう一つ攻めの形が出来上がるわけですね、はい、バックサイドでも今のミドルでもバックハンドでチャンスを作ってフォアハンドの決定打につなげました。第1ゲームから両選手とも一歩も譲りません。チームとしての勝敗は決していますが、それぞれのプライドをかけて譲るわけにはいきません。バックハンドサービス、ラケットが空を切ります。もちろん木下マイスター東京が4対0での勝利ですと勝ち点が通常の勝ち点3からさらに1プラスされて勝ち点4になります。本戦のレギュラーシーズン大きな意味を持つでしょう。9-7です。ロングサービス回り込んでいく、もう思い切っていきましたね渡辺さん。いやあそこはもう 10-0 で待ってましたね。 10-0 ですか、はい、深くいってここですからちょっとこう球への力のノリが違いますね。さすがのチョン・ヨンシクもブロックすることができませんでした。第1ゲーム 11-7 木下マイスター東京大島が取りました。第1ゲームいかがでしょう。いやもう本当にこうセブンオールで捕まった時にはちょっと大島苦しいかなっていう思ってたんですね。やっぱり自分の展開をに慣れられたりとかピッチはどうしたってこうチョン・ヨンシクの方が早いですから、前半に大島が良かった時にはあのチョン・ヨンシクのボールに対して
ピッチで合わせようじゃなくて質の高いボールを送り続けようという意識がすごく見られたんですよね。ですから少し打点がボールが上がったところでもしっかり打っていったと、これが非常にいいなと思ったんですけど、だんだんやっぱりいろいろなことを混ぜてやろうとするうちにチョン・ヨンシクのピッチにはまっていってしまうのかなと思ったんですけど、最後のようなああいう大胆な攻撃、これは良かったですね。まあ、それを生んだのがね、やっぱりこのチョン・ヨンシクのうまいサービス、切れたサービスに対してのレシーブ力っていうのが非常に光りましたね。はい、非常に安定してましたから、それがやっぱり自分の大島らしい攻撃につながったと思います。大島もどうしてもフィジカルを生かしたゴーダが目立つ選手ですが、その戦術戦略面でも実は長けた選手ですよね。そうですね、あの成績もねやっぱり非常に安定してますよね。ですし、やっぱりここで勝てばですね、自分自身のシングルのアピールっていうのも、はいはい、ありますから。タッチです。怖いのロングサービス、チョン・ヨンシクには見えてたんでしょうね。大島がぐっともう一回回り込みに来るところが、はい、お全く回転を読み誤りました、はい、大島のサービスエース。見事なフリックです。チョン・ヨンシクがロング系でいけば、大島は今度アップ系に変えてですね、はい、サービスをこうお互い取り合うというところは、うん、戦ってるなって感じしますね。そうですね、ミドルをしのいで大島バックハンド、素晴らしい。もしっかりとセオリー通りフォア前に出してミドルを攻めましたが、はい、ここの大島のミドル処理です。ミドル処理をした後のバックハンドドライブで、やっぱりこうフィジカルが安定してるから、すごくこうなんですかね、当たりが強いですよね。確かに確かに。ですからあそこでグッと溜められるというのが、その伊達にフィジカルモンスターと言われてるだけのことじゃないということですね。はい、大きな声が響き渡ります。ラコー市民文化センター3アゼリアのステージ上、木下マイスター東京キャプテンの大島優也。まあ速攻のボールに対してのやっぱり質の高い返球がいいですね。汗を拭うチョン・ヨンシクです。チョン・ヨンシクも食らいついていきます。スリーフォーです。すごいラリーでした。早い。最後はバックストレート攻めた大島。途中で何回か逆突かれてるんですけども、あそこで体勢を崩さないですよね、はい、大島すごい苦しいはずなんですよ、ここから逆、これも、うん、全部軸がしっかりしていて前傾姿勢でした大島。チョン・ヨンシクが諦めずにネットインを取ってポイントにしました。これはすごい、もう数センチでしたよ、ね、大島なんで今上げちゃったんでしょうね、続きすれば入りそうだったんですけどね、はい、諦めないプレーでした。素晴らしいですね、こういうのは本当に卓球を今頑張っている皆さんにとっても
当にお手本になるプレーですよね。それまで諦めないプレーでした。ハイボールです。再び大島のポイントです。ちょっと渡辺さん、まだ流れがどちらっていうのがなかなか言えない、見えてこないゲームですよね。まあ、大島が今のようにあのチョン・ヨンシクにライジングで打たせてそのボールをしっかり引きつけて打てばずっと質の高いボールを打ち続けられるので、ここは有利だと思うんですよね。で、今のようなフォアハンドのフリックも先ほどもありました通り、はい、あのフォアハンドに動きすぎた時以外は死角がないですよね。動きすぎた時以外はですね、はい、動きすぎた時っていうのはやっぱりこう強引さが目立つので、そこはやっぱどうしても山なりになったりボールが浅くなるので、チョン・ヨンシクの大好きなカウンターに持ってかれるっていうケースがあるわけですね。元日本代表対元韓国代表、チョン・ヨンシクフットワークを生かします。ちょっと腰のストレッチを行いました。チョン・ヨンシク、チョン・ヨンシクというスローガン、まあ、チョン・ヨンシクも大島も、まあ、国際大会に自分でもう出てないというだけで、はい、出ていたらワールドランキングも相当高いところにポジションされる力はあると思います。はい、それは松平健太にしてもそうですし、丹羽孝希にしてもそうです。そうですね。実はチョン・ヨンシクは韓国のプロリーグにも属してますし、はいはい、でこうやって T リーグにも属しています。韓国のリーグでは活躍が素晴らしいものがあるんですね。そうですね、あのもう今季も12月から始まりましたけれども、早速勝ち越してますよね。厳しいコースを突きました。そうですね、今のようなところが突っついた後、大島がチョン・ヨンシクがバックハンドでタイミング早く攻めてるのに行ってしまったわけですね。動き出てれば問題ないです。あれあのバックハンド行ってもよかったタイミングだったかもしれないですね。YG サービス、ロングサービス、うわーすごい見事な3球目、流れるような3球目攻撃でした、はい、ですから深い突きだったり深いサーブですね、これにグッと持ち上げたボールっていうのは全部大島のにとってストライクなんですよね。嫌ですよね、動ける選手を相手にするとどこへ打っても、ね、あのバックスイングを取って待ってるわけですから、はい、自らのフットワークを生かしてストライクゾーンを作っていきます大島。そしてチキータ、チョン・ヨンシクカウンターからチャンスを作りましたが、思わずラケットラバーを見つめました、はい、あれはよく大島が取りましたね、ストレートへの攻撃、はい、チョン・ヨンシクもですね、韓国の中では決してパワーがある方ではないんですね。ですから、はい、打つときにチャンスボールを打つときに必ず少し逆モーションを入れるんですよ、先ほどの松平と同様にですね、はい、でそれによく大島が耐えましたね。チョン・ヨンシクガッツポーズ、ナインオールです。上田、相田、五十嵐、石川監督です。大島としては自分のサービスから鮮やかな3球目攻撃も決まっています。そうですね、先ほどの YG の深いのとかですね、いろいろここは悩むところですね。はい、大島が何を選択するか。 YG です、フォア前、サービスエースです。しっかり切りましたね大島、第2ゲームもゲームポイントです。
続サービスエース。いや渡辺さん、ナインオールから2本連続 YG サービスでサービスエースでした。いやこの本当にサービス力ありますね。もう本当にここの差だけだったような気するんですよね、先ほどの深いサービスも含めて。はい、それ以外このゲームチョン・ヨンシクも素晴らしいプレー連続してましたし、お互い力を出した中で、今大島は今年全日本社会人も優勝してるじゃないですか、はい、やっぱりこのゲーム感とかそういうのっていうのはきっといいんだと思いますよね。よく試合出てますもんね。そうですね、はい、選手っていうのは結局もうこのクラスになるとほとんどいろんなことできるわけですよね、はい、ですからじゃあ何が重要かっていうことは相手の状況を見切るとか状況判断もそうですけども、そこの中でじゃあ最終的に何を選択するかっていうところなんですよね、まあ、サービスを何を出すもそうですし、どっちでどうやって攻めていくっていうこともそうですし、これこうですから接戦に強いっていうのはその選択がいいとも言えるんですけども、今大島は第2ゲームそういう場面でいい選択をしたと思います。サードゲーム大島トゥーソン、第3ゲームです。手前に木下の大島、向こう側に埼玉のチョン・ヨンシク、 YG から入りますが、ここは回り込んでいた大島に対してよく相手の動きを見てチョン・ヨンシクがフォアを突きました。ノータッチでした。サービスを順回転フォア前に変えてきて、そしてワンオールです。まあ、チキータのやっぱりバウンド上昇機を捉えてますからね、あのボール自体はすごく力がありますね。わあ、最後スピードを上げました。だん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 速くなってきて、最後さらにスピードを上げました、大島のバックハンド。こうやこの角度で見てみるとよくわかりますよね、チョン・ヨンシクどうしても下から上に上げてるボールになってるじゃないですか、はい、だったら上から行くよっていう大島の、はい、素晴らしいバックハンドでした。ストレートを突きます、うん、チョン・ヨンシク得意のコースです。2オールです。でもそれを振りに行って今ミスした大島、ああいけたっていう風にですね、うん、そういう表情を見せてましたよね。恐ろしいですね、相手からすると、はい、カウンターで打ったボールがまだ振り切れるっていう風に思うんですから。鋭角ミドルを攻めていく、この表情です、聞き迫る表情、大島優也。チームとしての勝利は決まっています。10月8日以来のシングルス出場、チームの試合として8試合ぶりのシングルス登場です。サービスエースです。渡辺さん、大島のサービスの良さを改めて教えていただけますか。そうですね、このフォアサービスで4種類の回転が少なくともあるわけですよね、はい、下回転ナックル、今のようなナックルで右横回転左横回転で、はい、でそこにまあ横回転はアップとダウンと両方ありますから、はい、でまあ、正確に言うと6種類あるというふうになるわけですね、はい、これがやっぱり恐怖である。で回転をしっかり判断しなきゃいけないと思いきや、バック先ほどのバックへの長いサーブもその回転の中から出してきますから、どうしても相手としては遅れてしまうっていうところがあるんですよね。ここが大島のサービス力の高いところだと思います。タイムアウト、ここで TT 埼玉タイムアウトです。大島 5-2 とリード、各マッチお互いに1回ずつタイムアウトの権利があります。ですからここでやっぱりね、先ほどちょっとサービス力というところの補足になりますけれども、はい、3球目の強さがあるっていうのもレシーブ側にとってはすごいプレッシャーになるので、そうですよね、余計なことをしてしまうっていうことがたまにあるんですよね。余計なことただ返すだけでは3球目狙われてしまうので、
より厳しいボールを送らなければならないと、はい、これじゃ打たれると思うとちょっともっと厳しくなんて次でミスしなくていいボールでもそこでミスが出てしまったりすることもありますし、はい、もっと短く止めなきゃと思うとちょっとストップが短すぎてとかってですね力が入ったりとかで先ほど やったようにこうそういう時にクッとこうアップサーブなんか混ぜられると打たされちゃったりするわけですよね、はい、でこの心理を読むというのも非常にこうサービス力にプラスされる無形の力と言えますねタイムアウトが明けましたチョン・ヨンシクネットインですチョン・ヨンシクのサービスの回転量はあったんですがその分だけネットインになりましたここチョン・ヨンシクのサービスで2点取れたのは大島にとってはねこのゲーム決定づける上で大きいと思います、はいバックハンドネットに当たってオーバーです。まあもう 0-2 となってますしリードされてますからなかあまり時間がないんですけれどもチョン・ヨンシクにとってはですねでもここ耐えていくところですねこのフルスイングですそうですねやはり渡辺さんがおっしゃった通りこの3球目が大島にあるからこそサービスも効いてくるというそうですね今だってツッツキを一応と一番遠い方に揺さぶったわけですよねサイドライン切ってましたもんね、はい、でも大島のこの足はあんまり関係なかったですねはいバックサービスしかも逆回転はいボールの左側をこするバックサービスを使ってきましたチョン・ヨンシクとにかくもう全てを出してこの第3ゲームを取らなければ敗退が決まってしまいますレッドですストップから入ってしっかりとバックに伸ばしていきますボールは攻撃とそれからこの安定感非常にバランスのいい大島ですそう考えると試合前のオーダーを紹介したときに渡辺さんが大島篠塚ではなくてカルデラの篠塚にしたで大島をシングルスに起用するためにはやはりこのシングルスに集中させたいというまあ倉島監督の狙い通りだったということですよね今のところ戦いぶりとかプレーを見てると取れそう今な幅跳び競技が途中で入りましたねそうですね大島はあの中学の頃も陸上競技で全国大会上位入ってますからねそうですね、なんとなくその姿が今思い浮かべてしまいました大島少年の頃が、はい、すごい跳躍力でしたねチョン・ヨンシクも粘ります2点差ですさすがですねチョン・ヨンシクも大島がやっぱりストップ系多いとですねこういう風に少し縦回転もアップ系も使いながらですねしっかりチャンス作ってきますよねさあ自分のサービス2本ですまたあのストレート取ったそうですね完全に逆だと思うんですけどね、はい、見えてますね大島にはそうですこれをしのいで悔しがったチョン・ヨンシクガッツポーズ大島大島が勝てば勝ち点を4プラスします大きなガッツポーズ大きな声木下マイスター東京勝ち点4まであと1ポイントですキャプテン大島ハイトスサービス
最後はフリックで決めていきました。声なきガッツポーズ。ゲームアドバンス大島。渡辺さんも思わず強いという声でした。ご覧いただきましたように第3ゲームも 11-6 です。ゲームカウント3対0、木下マイスター東京大島優也が TT 埼玉チョンヨンシクに勝ちました。いかがでした？いや、大島強かったですね。資格なかったです。チョンヨンシクもやっぱりいろいろミドル攻めたり大島のフォアへ行って、大島はやっぱり前で戦うともっとあのボールの威力を感じてしまいますから、少しでも台から離そうという戦術も感じ取れたんですけれども、いや本当に崩されなかったですね。それ一つは攻めだけがすごくこうフォーカスされやすいんですけれども、あのチョンヨンシクのストレート攻撃だったりそういうのもほぼ対応してましたね。やっぱあれでこうチョンヨンシクもなかなか自分の得意な待ち方だったりとかっていうのにつなげることができなかった、まあ、それがすなわち勝機をなかなか見出す展開にならなかったっていう感じがしましたね。完璧でした。マッチカウント4対0、木下マイスター東京が TT 埼玉に勝利しました。これで勝ち点を4プラスして勝ち点を25としています。ですから順位を一気に2に上げて、そして TT 埼玉は勝ち点20に変わりません。完璧な展開ですね。こうやって見ると。そうですね。選手たちも非常に悔しそうな表情。ですから、まあ、ウーゴと篠塚という新しいペアリングを使ったり、でそこで間の出てくるところをこうよく読んで、及川、大島とこうそこへ配置したりとかですね、いろいろなこう思惑があったようですけれども、本当にタスキリレーのようにうまくつながりましたね。それでは木下マイスター東京大島優也選手のインタビューです。それでは本日のヒーローインタビューに参りたいと思います。木下マイスター東京大島優也選手です。ありがとうございました。まずは今日の勝利おめでとうございます。チームは2試合ぶりの勝利で順位を2位に上げました。今日の勝利のポイントどこだったでしょうか？今日はオーダーを、ね、少し、変えてダブルスで僕ずっと出てたんですけど、そこでカルデナの選手と、篠塚選手に変えて、まずそこで1点取れたっていうところが今日の大きな、この勝利につながったかなと思います。今シーズンはダブルスでたくさん勝利を挙げて、久しぶりのシングルス任されたわけですけれども、シングルスを任された時の心境、どういった心境だったんでしょうか？正直びっくりしたんですけど、もうやるしかないので、4番どんな選手が来ても、どういう状況でも必ず1点取ってチームに貢献しようっていう、気持ちで1日準備してきたので、今日、本当にいいプレーができて、本当に応援してくださる皆さんの、力が本当に僕に伝わっていいプレーができたかなと思います。ありがとうございます。さあ今おっしゃっていただいたように、大島選手今日は8試合ぶりのシングルス出場で勝利して4ポイント獲得となりました。今日のご自身のチョン・ヨンシク選手との試合振り返ってみてください。数多く、海外で、試合をしてきて何勝何敗かっていうのも正直分かってないんですけど、いつも競り合いの中で勝ったり負けたりだったので、今日は出足から自分のペースで試合が、うまく運べたので、まあ、3対0でたまたま勝てたんですけど、また次会った時にはいい勝負になると思うので、また次しっかり準備をして、いつシングルスで出てって言われてもいいように、自分自身キャプテンとしてチームを支えていきたいと思います。最後になりますが、まだまだ混戦が続いていくと思います。今後に向けての意気込み、そして会場に集まっていただいたファンの皆様へメッセージお願いします。はい、本当に今日は、皆さんの応援がこうして木下マイスター東京を4対0に導いてくれたと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。そして、なんとか、4位というどん底だったんですけど、年内に2位まで上がってこれたので、1月2月で必ず挽回してシーズン優勝、そして、ファイナル優勝を目指して頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。大島優也選手でした。ありがとうございました。木下マイスター東京大島優也選手のインタビューでした。
なんだか渡辺さん、はい、キャプテンらしい、そしてそれでいて謙虚な受け答えでしたね。素晴らしいですね、短期中期長期の目標もしっかりあってですね、はいはい、もうパーフェクトなインタビューだったと思います。はい、それでは今日の試合をハイライトで振り返ります。第1マッチはダブルスです。 TT 埼玉は3試合連続五十嵐文也曽根翔のペア、一方木下マイスター東京はなんとカルデラのダブルスで起用、篠塚博人とのペアでした。そうですね、このカルデラの起用は本当に驚きましたけれども、よくよく聞いてみると、あの過去日本代表で戦った時にカルデラのにダブルスはだいぶ苦しめられたようですね。ですから、そうですか、はい、ここでので、実際でもカルデラのはなかなか調子が上がらなかったんですよ、ダブルスの中で。でも篠塚の名アシストがもう本当に光りました。で最終的にカルデラの力を発揮させると、もう本当に素晴らしい女房役の篠塚が、まあ、名脇役というか、まあ、本当に素晴らしかったと思います。ゲームカウント2対0で木下のペアが勝利しました。第2マッチからはシングルスです。 TT 埼玉相田聡、木下マイスター東京及川瑞希、開幕戦のビクトリーマッチでは相田が勝っている対戦です。そうですね、あの時は10連続得点で相田がポイント取るというですね、もしかしたら相性が悪いのかなと思ったんですけれども、及川は戦い方をよく分かってた感じがしましたね。第1ゲームさすがに相田は素晴らしいプレーの連続で良かったんですけれども、そこでもう間の得点源でとなるやっぱりこうサービスからのパターンですね、ここをいろいろな策でも崩す展開を少し及川は考えてたような感じがしましたよね。で最終的に及川はあの足を止めずに高い打点というのを死守したと、これで間をこう追い込んだのが勝利になったと思います。及川が3対1で勝利。そしてここからは注目対決目白押しです。まず TT 埼玉、昨日今シーズン10勝目を挙げた松平健太と、そして木下マイスター東京はブラジルの主砲ウーゴカルデラノです。そうですね、もう松平非常に良かったです。第1ゲームの前半中盤までも、第2ゲームの前半スタートも 5-1 でリードであったりと、すごくいい状態でうまくこう戦術も作ってですね戦ってたんですけれども、途中でブラジルの台風が起きてくるわけですね。連続ポイントのこう嵐が、そこにこうついはまってしまったというか、もう抜け出せなかったということですね。もうこれは災害級のもうかわいそうな展開だったと思いますね。あの松平があれだけの連続ポイントで取られるとは思いませんでした。3対0でカルデラノが勝利しました。この時点で木下マイスター東京の勝利が決まります。あとは勝ち点4を目指す戦いです。 TT 埼玉チョンヨン宿、木下マイスター東京キャプテンの大島優也でした。いや、今日はもう本当に大島がもう完璧だったと、そういう試合内容だったと思います。もうこれはですね、チョンヨン宿もかなりこう力を出したいい戦いだったと思います。こんなファインプレーもありましたし、ただ大島がやっぱりこうチョンヨン宿の速攻に対して苦しむかと思いきやですね、やっぱり質の高いボールを出し続ける、でそこに注視したことでやっぱり自分らしいプレーをそれで引き出しましたね。こういう戦い方っていうのはさすが大島、ベテランだなと、はい、安心してここに送り出せる選手じゃないかなと感じました。大島優也3対0でチョンヨン宿に勝利です。チームとしては木下マイスター東京が4対0で勝利、勝ち点を4加えて一気に2まで浮上してきました。大島の言葉にもありましたが、やはりディフェンディングチャンピオン来ましたね。そうですね、でもこうやって見ると勝ち越してる岡山リベッツが4位 で、ね、負け越してるあの木下マイスターが、まあ、2位になると、この勝ち点の勝負というのは、はい、だから本当にどんな状況でも4番まで、あのもしくはビクトリーまでしっかりこう戦っていかないといけないということが分かりますよね。木下マイスター東京は4対0での勝利が今日で2試合目、はい、それから2対3の勝利が敗戦が5ありますので、はい、やはりそう考えるとプラスアルファの勝ち点を積み重ねてますよね。そうですね、そこでの5ポイントがあるということ、そこをもし差し引いてたらやっぱり4位になってるわけですよね。確かに、そうこの点数から見ると、いや本当にこう最後まで目が離さないですね。それでは今後の試合日程です。TT 埼玉のホームマッチとしては
2月の25日土曜日と26日日曜日、これはもうレギュラーシーズン最終戦なんですが、久喜市総合体育館で琉球、それから木下と対戦することが決まっています。一方の木下マイスター東京は2月の11日土曜日と12日日曜日、川崎市のカルッツ川崎でのホームゲームです。この日は女子の木下アビエル神奈川の試合も行われます。それでは渡辺さん、はい、今日の試合を振り返って一言いただけますか。いやー、こう TT 埼玉2連勝ということで今日勢いの手と思ったんですけれども、今日の木下のこのタスキリレーのようなもうつながっていく勢いをですね、試合はもう本当に一言ですね、ブラボーって言いたいですね。はい、ありがとうございます。そしてメリークリスマスですね。はい、解説は元ナショナルチームコーチの渡辺力さんでした。渡辺さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。実況担当山崎優希でお送りしました。